っかり日本でのあの3試合、それをもう見直して見直して、そして練習してきたんだなっていうのがよくわかります。あとこの日本の新日本マットを第二のホームにしたいという、まあ、願いもありますからね。そうですよね。その後にこう G1 クライマックスとかもね、こう見てたでしょうから。おお、素晴らしい。これはまさに一矢報いました。藤田恒成のドロップキックです。さあこの動きでやっとザ・ DQC の勢いを止めることに成功した藤田恒成。ここからの攻めが大事になってきます。藤田選手の上半身見事ですね。筋肉が本当にどんどん大きくなってる。鍛え上げられています。左右のワン・ツー・スリーのエルボーからハンマースロードロップキック、顔面を打ち抜いた。カウントは2。いや、しっかり足の先の方を持つことによってカバーは返しにくくなりますからね。さあそして主勢に回ったザ・